はいどうも、またまたほぼリアルタイム更新の、動画がやってまいりました。先ほどスーパー銭湯で延長してしまい1400円を取られてしまったトラマルです。今はですね、秋葉原の電気街を秋葉原の電気街をうろちょろしております。今日の朝7時のバスに乗って12時に長野駅に着くので、この動画を見た長野県民はぜひ長野県へ迎えに来てください。お願いします。12時です。ではまた。